ここプレミアム館はストアマネージャーの北田自らが惚れ込み厳選したアイウェアのセレクトショップ。今回もこだわりの商品を紹介していただこう。今回の商品はこれだ。YouTube をご覧の皆様、こんにちは。バコープレミアムストアマネージャーの北田です。本日はネイティブサンズをご紹介します。ネイティブサンズはデザイナー上井小柄がディレクションを務めるアイウェアブランドです。ブランド名の由来は、幾年にも続き今を生きる人々を導き続ける流れを作り、クリエイティブな生き方、ライフスタイルを貫いた先人たちへのリスペクトから来ているとのこと。日本のブランドですが、エッジが効いていて露骨で大胆なデザインです。最近はアメリカンクラシックやヨーロピアンビンテージが流行っていますが、人との差のつくデザインを求めている本当のおしゃれさんに絶大な支持を得ています。最高品質にこだわり、福井県鯖江市で手作業で作られています。大人の一品になっていると思います。今から商品ご紹介しますので、ゆっくりとご覧ください。はい、初めに紹介させていただくのがクラフトラインコレクションのゲレロです。こちらはですね、トミー・ゲレロ氏からインスピレーションを受けて作られたモデルと言われています。アメリカンクラシックを基調としながらも、太さと丸みのあるカッティングがネイティブサンズならではですね。はい、続きましてエンジニアリングコレクションのカーバーです。ウェリントンとボストンを足したような形のボストン型なので、女性にも非常に人気です。かけやすいメガネとなっております。はい、続きましてリチターです。丸みの強いボストンウェリントンを掛け合わせたボスリントン型。ブリッジは鍵穴のデザインになっておりますので、どことなくヴィンテージ感がありますよね。はい、こちらは、人気モデルゲレロのブロータイプにアレンジした2022年の新作です。ネイティブサンズならではのアメリカンクラシックを基調としながら、太さと丸みのあるカッティングはクラシックかつ上品な仕上がりとなっています。いかがだったでしょうか。本日紹介させていただいたネイティブサンズ、私もかけてます。これからも素敵な商品ご紹介します。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。